この動画は乙女あゆいに英訳されています。教科なく転用することを禁止します。あ、なんだか俺ふわふわしちゃって、千秋楽の余韻が自分の中から出ていかなくて、なんだか不思議だな。ああ、負けちゃったな。負けたことは単純に悔しいけどさ、マイカすごかったし、俺だって感動しちゃったもんね。俺に足りないとこすごく頑張って、もっと応援してもらえるようになりたいな。アイドル目指すのをやめたはずなのに、なんだかあの時の気持ちを思い出した。楽しそう。俺が？まあね、ほんと楽しかったから。マイカにね、リンドウが言ったことがあるんだ。スターレスは表舞台じゃないって。でも俺にとっては今ここが一番のステージだな。君がいてくれて、話聞いてくれて、君がそばにいてくれるから。そういう浮ついたことも言えるようになったんだな。ヤコ、何してんの？っていうか聞いてたの？スタッフだしな、清掃しに来た。聞いてたんじゃなくて聞こえたの。うわ、周知プレイ。真珠。何？悔しいけどいいステージだった。ありがとう。俺さ、チーム P に入れてくれってリンドウに頼んだ。チーム P に？あ、これ以上逃げないために。諦めたってお前を責めたけど、多分俺はステージから逃げたんだ。元の生活に戻るのは簡単だったけど、何かなくした気がしてた。それがなんだかわからない。だからここで探してみようと思う。ヤコ、覚悟を決めろって K は言ったけど、そんなの本当はわからない。だからここでトップを目指す。そしたら何かが見つかるかもしれない。ヤコばっかだな。俺の方がトップに近いんだぜ。そんなのわからないだろう。物覚えは俺の方がいい。わかってるっての。でもトップになるのは俺だからな。じゃあ僕はまだトップを譲るつもりはないと宣言しておこうかな。ヤコ、チーム P へようこそ。帰るんだろ？駅まで送る。俺も送ってやる。なんでだよ。僕が送るから、お前は別にいらないよ。俺みたいなチンピラが一緒の方が安全やで。特に今日みたいな日は。 K に取り入るためにこいつに近づきたいんじゃないの？姉ちゃん単体にも興味津々やぞ。余計タチ悪いんだけど。まあまあ、あんたにもちゃんと興味あるって安心して。なんせ勝負を制したのはあんたやから、ナンバー2獲得おめでとうさん。美人で声も綺麗で育ちも良さそうなアイドルみたいな僕だから意外だった？うわ、根に持つな。でも今日真珠に勝って思った。そんなの全部ぶっ飛ばしてみせるって。僕には僕の歌があるから。なんかさ、歌い切ったって気持ちの方が強いかも。前の公演も頑張ったけど、今回の方がなんかこう
一体感あったよな。ストーリーは悲しいやつだけどさ。ああ、うん、まあそんな感じ。やっぱあんたら金取ってるプロなんやな。文化祭のステージみたいなのとは全然違う。プロか。いいな、俺もステージ立ちたい。いいんじゃない、お前動けるし。でもチーム P はダメ。ランって内向きじゃないと思うな。やってみなかったらわからないやろ。意外に合うかもしれないし。もう試しただろ、お前崩しすぎちゃうんだよ。それでも林道ならまとめるのかな。なんだかんだ言って今回のステージだってちゃんと形にまとめたのはあいつだし。へえ、あんななりなのにしっかりしてるんやな。悔しいな、あれがトップかって感じ。クーが帰ってこないわけだよ。おかげで僕もここにいるんだけど、お前もさ、相談役とかやらされて嫌だったかもしれないけど、僕は助かった。ありがとう。なんかお礼させてよ。なんだよそれ、今日の千秋楽楽しめたってこと？うん、ならよかった。細かい感想そのうち聞かせてよ、こいつがいない時にさ。邪魔者扱いしすぎやろ。あ、マイカ、おはよう。今来たとこ？いや、さっきまでホールに出てた。今日シフト入ってたから。なんかお前汗臭い。あー、ごめん、バイト先から直行してきたんだ。今日引っ越しが重なっててさ。そういえば今日水木見たよ、ホールに出てた。シフト入ってたんだね。今日のレッスンに誘ってくれた？誘ってない。なんで？レッスンあるのあいつも知ってるだろ。来ないなら来たくないってことじゃないか。スタメンなんて取り返しに来ればいいじゃないか。 B が本当に嫌なんじゃないかな。スタメンじゃなくなってせいせいしたっぽいし。ふざけやがったケイなやつ、俺にリハ禁止って意味わかんない。待って、リコ、禁止ってわけじゃなくて。基礎レッスン2時間でリハ1回ってレッスン時間全部基礎で終わるじゃん。それ実質禁止ってことだよな。少し早く来て基礎をやれば。いいよな、吉野は。歌えもしないのにシンガーってだけでステージ立てるんだから。やめろよリコ、吉野困らせたってしょうがないだろ。スタメン決めるのは K なんだから K に言わないと。実力ないくせにそれ棚に上げて怒鳴るなんて最低。偉そうな顔すんなよ真珠。瑞希の代理でスタメン取っただけのくせに。マイカだってたまたま P のシンガーの席が空いてただけじゃん。はあ、気分悪い、帰る。何あれ、感じ悪い。でも加入してきてスタメン取れてないのはやっぱり辛いと思うよ。俺もアンダーだけだった時ってやっぱりモヤモヤしたもん。リコ、最近練習もサボりがちで心配で。吉野は人良すぎ。
ああ、それは俺も思う。そんなことはないと思うんだけど。チャンネルの登録を忘れないでね。